Hey, what's up? English パートナーズのレイニーです。Dog ear 意外な意味は ?Dog ear というと、えー、犬の耳じゃないですか。でもここには意外な意味があるんです。それは、えー、ページの隅の折れ目。わかりますこうわかりやすくこう本とかで、あ、次ここから読もうとしてこう、 端を折ったりすするじゃないですかか本とか雑誌のまさにあれのことを「dog ear というんですね、えー、犬の耳が垂れ下がっている状態にこう似ていることから使われるようになったそうなんですけれども「The page is dog-eared」e、というとページが折ってあるというふうに使えます結構映画のセリフなどでも出てくるので今度耳にした時は「ああ,あいう意味だ」と思ってください「えー、dog ear 意外な意味は、えー、ページの隅の折れ目です 会いに行く英会話スクール「イングリッシュパートナーズ」で検索オンラインレッスンも始めました。